6月は梅雨の真っ盛りです。雨の日が多くなりました。6月はアジサイ、そして立ち葵の季節です。野生の花がいっぱいです。砦は稲作がメインです。このように遠くまで田んぼが広がっています。その一方で野菜作りも行われています。地植えもハウス栽培も行われています。6月は農作物の植え替え時です。春の作物から夏の作物に変わります。夏の作物のメインはトマト、トウモロコシ、キュウリなどです。今、ジャガイモの花が真っ盛りです。砦には国道6号線と国道294号線が通っています。共に常磐高速道につながっています。ふれあい道路という都市計画道路もあります。